はい、家です、今日は、梅雨と夏早っ梅雨と夏についてのまとめいきなりまとめそっからちょっと区切ってこれから出していくわな、いろいろ水やりから土から遮光から、そういうやつ、夏に関する今日はあの考え方、考え方っていうかなうちのな、うち的な考え方、いきましょう。安藤フェス巻きのこれもまた後で出てくるけどね、だけどとにかく、これからまず多肉はな、多肉は蒸れに弱いんだ。そうね、そうやろ、じゃあ土に植えないでこうやって置いといたら半年とか全然いくわな。いくね、枯れないでこのままな、じわじわ自分の水分使って生きていくわな。植えるから蒸れてやりするんやけど、植えないとかわいそうやしな、本来のかわいさを見るためにな、植えてほしいからな、なんで黙ってんの。いや、さっき落ちたなと思って。何さっき見つけたんや。何を見つけた。もうしわしわね、しわしわで、この子はいつの子やろ。かなり前の子やろ。待てあ、それはここにもほら、ここにあるや。お前、あのシワシワのルドルフさんもこんなに立派に戻りまして。でもシワちゃんのルドルフさんはさ、まだ土に植えられちゃったや、じゃない。はいはい、植えてないシワシワ。そう、あ、まあまあな、ちょっと脱線気味。はい、ごめんなさい。脱線気味、はい、はい、で、あと夏な、梅雨夏、蒸らさないためにな、土は水はけのいい土、もうこれはね、多分もうずっと水はけいい土がいいよ。そうやな、やろ、その大きくするためとか、ちょっと要は生産者にちょっと急ぐためとか、そういう人はちょっと水持ちよくするわな、水はけよくすると、水はけが良くないのと、良くないというのはいいと悪いじゃ、もう悪い方が成長が遅いに決まってるや、水吸えないから、ね、ダメ。え、今なんか逆のこと言わんかった。 大丈夫。いや大丈夫。いや、だから大きくしたいなら水吸わさないと多肉は大きくなんないんだよ、な。だけど水はけがいい方が遅いでしょ。水吸う、乾いちゃうんやから、水あげたら、水持ちいい方が吸うでしょ、で環境が良ければ大きくなるでしょ、早く、違うの。いや、そうそうでしょ、でそういうことね、だんだんまたほらメモしよかんと、もう何言ったか分からんなってくる。そうバカやきな。で特にだけ夏はな、うちの考え方としたら、水を吸わせないと枯れちゃいますよっていう言いたいんや、じゃあこれインスタとかいろいろこれから出てくるよ、水をもう切りますとかな、出てくるんだ絶対に、ね、な。ほんで秋まで水あげませんとか、そのもうそういう人が出てくるよ。あとあれ休眠期なので、そうだから水切るとかな、だけどそれはね、うちはそれはしない、やろ、で一番はじゃあ去年もあの試しでさ、初心者さん鹿沼にしてくださいって言って、その夏越せましたっていっぱいだよ。でね、あとね、もう一つ嬉しかったのが、こう今まで多肉育てて来てる、もう長い人たちが、今年は調子が良かったってものすごい声をいただいた、そうやろ、で夏越せたって、でその考え方じゃ、じゃ水はけのいい土な、これにしなさいとかはないんだ。でもそのほら一番簡単なのはだけ初め、あの初心者さんは鹿沼に植えたらな、水はけいいけ、まず確率よ、枯れる確率がな、今まで10個あったら半分以上枯れてましたっていう人がさ、1個2個で済むとかな、そういう考え方、な。
もう生き物やからな、うん、絶対はないからな。そうね、うん、でもその確率的にな、うん、去年のあれもそうやったしな、うん、もう俺なんかもずっとそういう考えでいたし、水を やったら枯れないというのも経験してきて言ってることやからな、うんうん、だけどそのもうどっちかや、うん、その水 やるかやらんかやけどな、はい、うん、もうやらんと枯れるよ。そして確実に小さくなるし、うん、小さくなるな、な水やらんから、はい、な今昨日とかその前とか動画でな出してる通り水をあげてたらな、うん、顔を見ながらな、何その気が散ってるね、あれ非常にすいません非常にやる気がないね、そんなことはないよ、なんかあれだね、やっぱメモせんとダメよね。メモここ持ってあるよ。メモ。でまず水吸わせるっていうこと。うん、な夏な、うんで。梅雨はもう蒸れやすいな、蒸れやすいから水はけのいい土。夏も一緒。うん、一緒ね。ね。それで水やりは夕方。絶対夕方。絶対夕方。うん、もう今から夕方でいいよ。うん、な。寒い地域の人はもう別の話だよ。うん、だけどこうもう凍るとこってあるまだ。まだあるよ。まだあんの、うん、まだあんの、まだある。まだ、うん、ほんと、うん、あ、じゃあそういうとこはまた別やけどな、うん、普通のもう一桁台とかな、うん、あれのとこはもう夕方、うん、あげればいいや、うん、な夏用、梅雨用でな、うん、うん、あとはだけゆっゆっくり育てた方が形が可愛くいきますよっていう感じ、はい、それは急いでお水いっぱい吸わせると葉っぱが伸びちゃうっていう感じやからな、うんうん、そして梅雨になったらほら太陽が出ないっていう人が出てくるやでね、曇りだってな、うんうん、でマンションの方はベランダとかな、うん、ベランダとかで住んでる、谷田さんはなまた向こうで実験するけどな、うんうん、そんなにね一日中当たってなくていいしな、うんうん、種類にもよるけどな、伸びやすい種類もあるじゃん、あ、そうね、うん、だけどそういうのもあるし、分かってる？分かってる、伝わってる、うん、めちゃめちゃ、いや、めちゃめちゃじゃないと思うな、あと遮光な、うん、遮光ももうしだす人がいるよまだ早いでもいるよ、怖がってな、うん、そうすると、要はその弱い遮光をやったらいいんだ、うん、そういう強い遮光しちゃうと色早くすぐ吹っ飛ぶよって、水やったらもうバーンと緑に戻りますよとかな、うんうん、そういうのを細かくまたな近々やっていこうと思いますが、うんうん、これも環境にどんどん慣れていくけんな、多肉が、うん、うん、そうそうよ、で大きい多肉なんかもうどうでも平気やしな、うん、だけ水はけいい土な、うん、どうですか一通り言ったでしょ、うん、本当なんかまだちょっと足りない気が、足りない、うん、水やる土、遮光、あと、もう風ももう一回言っとか、風はものすごく大事、冬はね温度が低いからそんなになくても平気やったんや、うん、なでこれから風がすごい大事、要は蒸れ対策というか、うん、な風がないとやっぱな蒸れる、でも風がないとダメなんやけども、うん、あった方がいいと思うんやけども、うん、扇風機の量とかそういうあの神経質にもならなくていいよっていうのも昨日の質問だったやん、だけどこう風が動いてたらいいんだよ、うん、タバコ吸ったら煙がふーっていくやん、タバコ吸わないけん知らないよ、あ、そうかいや、そういうことで分かるじゃん、こう、まあ、動いてる、舐めてこうやったら風が当たれば動いてるじゃん、うん、なで、暑くなると、うん、ピタッとほんとにもわーっと止まるやんな、うん、風が、うん、そうその1、2時間が命取りなんや、うん、な雨降って、うん、
ピタッと雨が止んだと思ったら太陽がドーンって来た時に風がピタッて止まった時、これが悪いんや。怖いね、この1、2時間がな、うんうん、って言うとみんな怖がっちゃうやん。いや怖くない、怖くない、うん、だけ水はけいい土な、うん、だけ地植えとかね結構厳しいとこもあんだ。これは運や。ああそうだね、地植えはな、うん、もう雨ざらしとかな、うん、うん、だけどその辺もあるしな、うん、うん、そうそう、だけどもう夏な、またこれからやるけど、もう本当に怖い人は夏な、夏だよ、うん、まだ今3月やろ、ほら3月や、うん、まだ先の話やけどな、うん、例えば夏はこういう風にしてたら大丈夫よとか抜いちゃうとかな、うん、もう邪道やけどな、うん、もうどうしてもあの枯らしたくないんですとかいう人おるやん。おるね、うん、そういう人はもうこうやっておすすめ、これがね、うん、もうずっとおすすめしてるな、うん、これは夏の話ね、夏、うん、夏で、うん、もう何回も言うとかもう巻かれたら困るけど、もうだよ、まだ今、まだ早い、今楽しい時やけ、うん、ちょっと早めにやっただけやけ、うん、な、そうそう、今直射が当たって全然大丈夫やな、うん、そしてこのフェス巻きな、うんうん、これ今、これ栃木のか、栃木の持っていくけども、うん、これの意味な、うん、これ最高の環境って分かる、うん、最高の環境です、うん、でここトイレットペーパー入ってるんだけども、うん、な、この状態で夏越せるんやけども、うん、うん、最高な、周りの葉っぱから水分使ってずっと生きていけるんやな、うん、であとトイレットペーパーがなんか湿気を吸う感じよね、うん、でこれすると根っこボウボウ、すごいボウボウになるな、綺麗な根がボウボウキングね、うん、うん、これボウボウキングな、このまま置いといたらね、うん、うん、うまーく蒸れるんやろな、うまく蒸れるんやろな、ほんと、そうそう、根っこは絶対乾かしたらダメやしな、うん、もう何回も言ってるけどな、うん、もうちょっと信じてからやってみて、うん、出るけすぐ出るけ、出ないっていう人多いやん、うん、もう乾かすんや、乾かしたらアウト、うん、ね、湿度とこの感じで、うん、なんか言い足りなくね、これこれ、うん、これでも私去年さ、うん、1月に巻いたフェス巻きをハウスの中ずっと置いてたよ、うん、どうなるか、まあ、たまにこう水やったりもしたけども、うん、全然半年って言わない、夏越して秋になって植え替えしたもん、うん、それも動画出したよな、出したんかな、去年どこまで出したんかわからん、うん、分からんけど出しちゃうわ、ずっと置きっぱなしやったのこのえ、どうやら慌てんでいいけんな、うん、そのこれ買ってきてすぐ植えなきゃいけないとかな、うん、ないからな、うん、で徐々に明るいとこから日を当ててあげるっていうな、うん、感じでしてくれたら、でこのまんまでも太陽はいるからな、伸びちゃうけ、うん、どうな、大丈夫かな、なんか不思議があるかな、不思議、一応ロメオルビン、アイスクリーム、うん、バイオレット、うん、ね、伸びやすいな、伸びやすいからな、いろいろあるけども、とにかくみんなで梅雨と夏をね、うん、楽しく乗り越えましょう。楽しくね。楽しくだよ。うん、そうや。どうですか。また分からんかったらコメントをお願いします。うん、そうそう。これまた今言ったあの土な、うん、土、水やり、うん、遮光、うん、夏越し、うん、梅雨越し。うん、いろいろこうやっていくけ、うん、今日はまとめやけん、ね、とにかく準備だけど、うん、今植え替える人はもう水はけのいい土にとにかくな、はいはい、その土の性質によった水やりを覚えないけん、あ、そうね、な、うん、なんか鹿沼だけで植えたならば水あげないといけないんだ、うん、な、で植え替えたら水、うん、な、これやらんとダメなんだよ、うん、な、確率、うん、ダメっていうのは確率な、うんうん、それでいいけ、うん、ちょっと信用してもらってからな、試してくれたら、うん、確率やけ、そうね、そうでしょ、であともう、もう400本近く出してきたけ、こう過去の分からんっていう人が多分おると思うんですけど、うん、
コメントにも結構土の配合の比率を教えてくださいとかもあったけども、土の配合はあくまでもうちの配合やし、ね、ハウスに合った配合、うん、土は絶対必ずもうみんながみんなの環境に合わせた、うん、ね、うん、そうそうそう、そこは楽しむところなので、うん、うちの配合は教えてるけどね、うん、うん、それはうちのこの環境での土焼き、うんうん、かなり水持ちはいいよな、うん、うん、そうそう、大きくせんといかんからな、うん、うん、でもうすごい頻回にはさ水やりあげられんもんな、うん、そうそう、うん、だけどもうあとだけどもうもう一回言うけども、多肉はお水あげないと大きくなりません。待ってても大きくならないの、うん、ね、要は人間もご飯食べないと大きくならないでしょ、うん、でそういうこと、お水で大きくなるということな、うん、そして根っこは蒸らさないと出ないの、うん、あ、出ないというか確率な、うん、確率、うん、そのもうあの昔風、うん、網の上に置いて乾かして根を出すとかいうのはあれはもう全然確率悪いけ、うん、うん、乾かしたらダメだっていうな、うん、蒸らした方が出ますよ。じゃあ葉差しとかもそうやったでしょ、うん、サランラップした方が早くボーって出るんだ。あ、それは冬のね、あ、冬ね、気温がない時の話ですね、うん、そうそう、うん、でもそういうことや、うん、蒸れっていうかな、うん、そういうこと、そうね、よろしゅうをする、はい、だからあのまだ始めた方は、うん、こう過去の動画を戻るのが大変だったら再生リストに土とか水とか初心者さんとかそういう再生リストがあるので、うん、そちらを見てください。トップページの上のとこな、うちのトップページの上のとこ薄い字で動画とかそうそうそう、解除とか再生リストとかコミュニティとか、うんうん、そこを押したら動画全部出ますけん、うん、それ分かんないやろ、俺もちょっと前まで知らんやったもん、うん、動画のとこだけこうやっていったらあもうこれだけかっていう、そこしか行かれんや、うん、でもトップページの動画っていうとこを押したらもう300本400本ぐらい出るビューってな、うん、それでこうサムネでこう探してくれたら何か引っかかるとこをやってると思われます、うん、ね、そこを見てください、はい、ね、今日はこの感じで、うんうん、軽くまとめてみました。軽く、ね、ね、うん、こう楽しくね、まあ、まだ全然心配するあれじゃないけど、うんうん、そういう感じでやってみましょう、はい、ね、したらよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。